ライバースチューディオラム。寺田虎彦。1。震災後、復興の第一歩として行われた浅草両運閣の爆破を見物に行った。公兵が数人かかって塔の根元にコツコツ穴をうがっていた。その穴に爆薬を仕掛けて一度に倒壊させるのであったが、倒れる方向を定めるために、 その倒そうとする方向の側面に穴の数を多くしていた。準備が整って予定の時刻が迫ると、見物人らは一定の距離に隠した非常線の外まで退去を命ぜられたので、自分らも花屋敷の鉄折の裏手の焼け跡へ行って合図のラッパの鳴るのを待っていた。その時、一匹の小さな野良犬がとぼとぼと 人間には許されぬ警戒線を越えて、今にも倒壊する塔の方へ、そんなことも知らずに、うそうそひもじそうに、焼け跡の土をかぎながら、近寄っていくのが見えた。パッと、塔の根元から、真っ赤な雲が、八方にほとばしり、湧き上がったと思うと、塔の十二階は、三四辺に折れ曲がった折れ線になり、次の瞬間には、粉々にもみ砕かれたようになって、 そうして目に見えぬロードからベンガラ色の灰でも落とすようにずるずると直下に堆積した。ステッキを倒すように倒れるものと皆そう考えていたのであった。塔の一方の壁がサーベルを立てたような形になって崩れ残ったのをもう一度の弱い爆発で綺麗にもみ砕いてしまった。爆破という言葉はどうしてもあの壊れ方にはふさわしくない。 今まで固い岩でできていたものが突然土か灰か落岩のようなものに変わってそのままでするすると垂れ落ちたとしか思われないそれでも根元のダイナマイトの付近だけは確かに爆裂するので二三百メートルの距離までも遠道台のレンガの破片が一つ二つ飛んできて石垣にぶつかったのを見た爆破の瞬間に四方に入り出した あの真っ赤な雲は実に珍しい眺めであった。紅色の唐獅子が百匹も一度に踊り出すようであった。崩れ終わると見物人は一度に押し寄せたが、衰強な二三の人たちは先を争って砕けたレンガの山の頂上へ駆け上がった。中にはバンザアイと叫んだのもいたように記憶する。明治レンガ時代の 最後の守りのように踏みとどまっていた巨人が立ち腹を切って倒れた。その後に来るものは鉄筋コンクリートの時代であり、ジャズ、陶器、プロ文学の時代である。あの時に塔の方へ近づいていったあの子犬はどうしたか。当時を思い出すたびに考えてみるのだが、これは誰に聞いても到底わかりそうもない。こんな哀れな存在もあるのである。 2ある日乗り合わせた丸の内の電車で、向かい側に腰をかけた中年の男女二人連れがあった。男は洋服を着た魚屋さんとでも言った風亭であり、女はその近所の八百屋の女将さんとでも思われる人柄であった。しかるに二人の話し合っている死体から、顔の表情に至っては全く日本人離れがしている。 周囲の大勢の乗客は、たった今、墓場から出てきたような表情であるのに、この二人だけは、実に生き生きとして、さも愉快そうに応答をしている。それが、夫婦でもなく、もちろん、常人でもなく、極めて平凡なるビジネスだけの関係らしく見えていて、そうしてそれが、アメリカの魚屋さんと、アメリカの八百屋さんのように見えるのが不思議である。二人ともに、 あるいは昔からの活動写真、近頃の発生映画のファンデでもあるかとも考えてみた。そうとでも仮定しなければ、他に説明の仕方のないほどに、悪抜けのしたヤンキータイプを見せていた。喫茶店などで見受ける若い男女に活動仕込みの表情主体を見るのは怪しむまでもないが、これが始終前後の仇な男女にまで波及してきたのだとすると、これは、 かなり容易ならぬことかもしれない。天平時代の日本の都の男女は、やはりこういう風にして、塔や白木のタイプに課していったのかもしれない。三、書店の2階の食堂で昼飯を食いながら窓ガラス越しに秋晴れの空を眺めていた。遠くの大きな銀行ビルディングの屋上に若い男が二人、昼休みと見えてブラブラしている。 その一人はワイシャツ一つになって体操をしてみたり、駆け足の真似をしてみたり、ピッチャーの様子をしたりしている。もう一人は悠然としてズボンの隠しに手を入れ空を仰いで長笑を万歩している風情である。空は真っ青にビルディングの壁面は暖かい黄土色に輝いている。こういう風景は10年前にはおそらく見られないものであったろう。この二人は やはり時代を代表している。ジャズの流行るゆえんである。4. 一周に一度、永代橋を渡って往復する。橋の中ほどから西寄りのところで、電車の座席から西北を見ると、貸しに迫って武骨な頑丈な倉庫がそびえて、その上からこの重い橋を吊るした鉄の帯が、緩やかな曲線を描いて垂れ下がっている。 この景色がまたなく美しい。線の細かい広重の隅田川はもう消えてしまった代わりに鉄とコンクリートの新しい隅田川が出現した。そうしてそれが昔とは違った新しい美しさを見せているのである。少し霧のかかった日は一層美しい。方角座の脇の橋の上からすきや橋の方を晴れた日暮れ。 少し前の光線で見た景色もかなりに美しいものの一つである。川の両岸に、作雑した建物のコンクリートの面に、夕日の当たった部分は実に暖かい、良い色をしているし、日陰の部分はコバルトから紫まで、あらゆる段階の色彩の変化を見せている。それに散りばめた宝石のように、白熱灯や紅、青、 紫のネオン灯が灯り始める白木屋で7階食堂の西向きの窓から大手町の方を眺めた朝の景色も珍しい水平に一線を画した高架線路の上を商船電車が走り時に機関車が真っ白な蒸気を吐いて通るそれと直行し弓なりに立って見える呉服橋通りの道路を緑色の電車のほかに白 赤、青、緑のバスが奇妙なコレオブテラのように這い上がり、い寄り、行き違っている。遠くにはお城の墨やぐらが見え、その向こうには大内山の小立が地平線を柔らかにぼかしている。左の方には小豆色の東京駅が横たわり、その外れに黄金色の富士が見える。その二つの中間には審議会の塔がそびえている。 昔はなかった眺めである。百年前に眠ったままで眠り通し、そうして今この窓で目覚めたとしたら、いつもこんなことを考えながら一杯のコーヒーをすするのである。震災前の東京は高いところから見下ろすと、ただ一面に鈍い鉛のような灰色の屋根の海であった。それが震災後は一体に暖かい、明るい、 愉快な色の調子が勝ってきた。それと同時にそういうところで仰ぎ見る空の色が以前よりも深く青く見え出したような気がする。これはコントラストのせいであろう。これほど著しい色彩の変化が都人の心に何かの影響を及ぼさないはずはないという気がする。実際は東京の空気は年々に濁るはずである。 自動車のガソリンの煙だけでも、霧の凝縮核を供給することは大したものであろう。寒いど天無風の夜、九段坂上から下町を見ると、いわゆるロンドンフォックを思わせるものがある。これも市民のモーラルを支配しないわけにはいかないであろう。五、上野のデパートメントストアの前を通ったら、広小路側の歩道に幕を張り回して、中に 人形が動いていた。周囲に往来の人だかりのするのを巡査が制していた。なんとなく直感的にその幕の中には人が死んでいそうな気がしたが、勇敢を見るとやっぱり飛び降り自殺であった。あまり珍しくないそれであった。それから数日後に、また同じ屋上庭園から今度は少しばかり前と違って建物の反対側へ飛んだ女があった。 そうして庭園はついに閉鎖された。また数日経って某大学の校内を通ったら、壮麗な図書館の屋上に立って、ただ一人玄関前の噴水地を見下ろしている人がある。学生であるか、巡視であるか、遠いのでよくわからなかったが、少し変な気持ちがした。その後、さらに数日経って後、同じ大学の中央にそびえた坑道の3階から、 飛んだ学生があったという勇敢記事を読んで、また変な気持ちがした。この終わりの自殺者と前の図書館屋上の人とは、おそらく何の関係もないかもしれないが、しかし自分の頭の中では、前後4人の屋上の人が、ちゃんと一つの鎖で繋がれている。臆病者の常として、自分もしばしば高いところから飛び降りることを想像してみることがある。 健康一滴という言葉は、こんな場合に使ってはいけないだろうが、自分にはそういう言葉が適切に思い出される。飛び降りてしまえば、自分にはその建物も、その所有者も、国土も宇宙も、何もかも一遍に永久になくなるのだから、飛ぶ場所の適比の問題も何もないであろうが、他の人にはやっぱり世界は残存し、その建物と事件の記憶は残るであろう。 また数日たって後、雪の降る日、ある婦人が、その飼っていた十四末の四羽とも、一度に死にかかったのを手のひらへ乗せて、一生懸命火鉢で温めていた。見ると、もう全く冷たくなってしまっている。しかし、たとえダメでも、そうしないと気が済まない、のだそう。人間が死んだらお経をあげると同じじゃありませんか。と、その人は言う。 こういう優位心論者もまだ少しはいるのである。六。ある大学行動の前へ突き当たって、右の坂道へ降りようとする曲がり角に、パレットナイフのような形の芝生がある。基調面にちゃんと曲がり角を曲がって歩くのと、その芝生の上を踏みにじっていくのとで、歩く距離にすれば三尺とは違わない。しかし、 多くの人がその三尺の距離の歩行を節約すると見えて芝生がそこだけ踏みつぶされてかわいそうにげている。このことを人に話したらそれは設計が悪いのだというこんなところへ芝生をこしらえるのが間違っていると言われてなるほどそれもそうかと思った。上の竹の台の入り口に二つ並んで噴水ができた。その周囲の芝生に立ち入るなと書いた 明白なて札はあるが、事実は子供も大どもも中ども,も、もやはり芝生に立ち入って水の表を覗かなければ気が済まないのである。これも確かに設計が悪いと言われなければならないのが、いわゆる時代の推移であろう。二十年前だったら設計もて札も当然自命的であって、生活を無視するのが没公徳的で悪いのであった。 自分の距離では、今は知らず、二十年も以前は、婚礼の三三九度の杯を挙げている座敷へ、誰でも構わず、どやどやと上がり込んで、片手には泥だらけの下駄をぶら下げたままで、立ちはだかって花嫁や花婿の花の皇帝、目尻の角度を品評した。それを制すれば、門の扉の一枚ぐらいこぼたれても苦情は言えなかった。 これはむしろ1930年を通り越していたとも考えられる。今度法令が変わると他人の家へうっかり黙って入ってくる者にはピストルを向けてぶっ放してもいいことになるという話である。これは芝生の場合とは逆の方向への推移である。もっともアフリカ内地へでも行けば今でもうっかり国境へ入り込んで視察でもしていたというだけでもすぐ拘禁され、 場合によると命が危ないところもあるかもしれない。これらの事実の関係は、甚ははだ錯綜していて、考えても考えても、考えがかくれんぼをして、結局、わからなくなるのである。時代は進むばかりで、後へは戻らないはずであるが、時代の波のフェーズのようなものは、ほぼ同じことを繰り返すのかもしれない。しかし、ただ繰り返すだけではなくて、 やはり何かしらあるものの積分だけは蓄積しているにはそういない。そうしてその積分されたものの掛け根なしの賞味はといえば結局科学の収穫だけではないかという気がする。思想や知恵などという流行りものはどうもいつも一方だけへ進んでいるとは思われない。七、妙な夢を見た。大河の岸に立った家の牢上にいる。 どういうわけかはわからないが、この自分はもう数分の後には別室に入って、自分からは希望しない自殺を決行しなければならないことになっている。その座敷というのがこっちからよく見える。大きな川に臨んだ見晴らしのいい綺麗な部屋で、川向こうに見える山は、郷里の記憶に親しいあの山である。誰とも知れず、四五人の人々が、 そばにいて押し黙っている。5分、3分、1分、いよいよ時刻が迫ったので、ずっと席を立ってその別室へ入った。その時までは死ぬことに対しては全く平気でいたのが、そこへ座った瞬間に急に死ぬのが嫌になった。それはちょうど大河の包みを切り離したように、生命への欲望が一度に反乱した。と思うと、 大きな恐ろしいうなり声のようなものが聞こえて目を覚ました。二三日前にある友人とガリレイやブルノやデカルトの話をした。そうして学説と生命等を天秤にかけた三人が三様の解決を論じた。その時に頭を往来した重苦しい雲のようなものの中に何かしらこういう夢を見させるものがあったのかもしれない。 ブルノは学問と宗教と生命とを切り離すことができなかった。デカルトではこれがディフェレンシエートされていたように見える。ガリレイはその二人の途中に立って悩んでいたのであろう。この夢を見た夜はネシナに諸句日本儀を読んだ。そうして立花のナラマロラの事件にひどく神経を刺激された。そのせいもいくらかあったかもしれない。 臆病者はよくこんな夢を見る。昭和5年3月改造。